guys, thanks for checking out Chris's room. もし水槽に金魚がいて、金魚が病気だったら何をする？金魚に薬を与えるか、金魚の水をクリーニングするか、どっちだろう？ひょっとしたら、もちろん金魚にね、注射して元気になるようにするっていうのが正しい時もあるんだけど、もし水槽の水が汚れてたら、どんなにビタミンとか薬を金魚に入れても、また金魚が病気になっちゃうわけよ。もしあなたが金魚としたら、あなたの水槽の水大丈夫？っていうことなんだよね。自分の水は、自分の水槽はどういう状況になってると思うんだろうね。今結構いい環境、水槽の水はクリーンかな、それかちょっと汚れてることがあるのかなっていうことなんだよね。で、今日のビデオでお伝えしたいのは、ちょっと水槽の水をきれいにする3つの方法っていうことなんだよね。で、最初のポイントはね、 Who you hang out with、 あなたはどのような人たちと時間を過ごしてるかな。特にビジョンプログラムとかやってるとか、もう本当に好きなことで生きている、世間の人たちがダメだよ、無理だよっていうことを実際にやって生きている人たちはよく聞いてもらいたいんだけど、ね、自分の周りにネガティブな人たちがいると、どうしてもそのネガティブな波動っていうか、ネガティブのバイブレーション、ネガティブの意見が自分の水槽にも入っちゃってくるんだよね。もちろん逆もあるよ。自分の周りに結構ポジティブで、いや大丈夫だよ、うまくいくよって、ね、今は厳しいって思えるかも、見えるかもしれないけど、実はあなたはうまくいってるんだよ、俺たち大丈夫だよ、世界良くなるぜっていう、そういうポジティブな人たちが自分の周りにいると、自然にそれも、ね、自分のところに、ね、移ってくるっていう、同じことなんだけど、例えばプライベートの場合だったら、家族の場合だったら選ぶのはちょっと難しい。家族の場合だったら、やっぱりそのメンタルを強くして距離を置くっていうことをしないといけないと思うんだけど、例えば友達の場合だよね。自分がいつも spending time with the people you're spending time with、 時間を過ごしている友達の中では、そういう友達は結構ポジティブな人たちかな、ネガティブな人たちかな、いうことなんだよね。もちろんプライベートもあって、職場っていうのもあるんだけど、職場はどうだろう。自分の職場の中にはポジティブな人たちがいる、それかネガティブな人たちがいるかな。なので最初のポイントは、ね、水槽の水をきれいにするときには、ね、どんな人と自分は時間を過ごしているんだろうって考えて、それを改善していくことなんだよね。 Second point is this. 2つ目のポイントは、Are you getting enough time in nature? 自然の中にで時間を過ごすっていうことなんだよね。満員電車で本当に1時間半とかの通勤してて、で職場もきつくて、で夜本当に10時とか11時まで働いて、家に帰って疲れてて、でそれをもう本当に繰り返していって、で仕事で週末も休めないとかになると、どうしてもその環境が、自分の水槽の水みたいになっちゃうんだよね。例えばこれはね、海の中に入るっていうのもあるし、ハイキングに行くっていうのもあり、ね、朝の時間ちょっとだけ早起きして、ちょっと自分の近所の公園までウォーキングするとか、ジョギングするとか、そういうちっちゃいことも考えられるんだよね。でもう一つ僕のおすすめは、ね、やっぱみんなランチって1時間ぐらいは時間をもらえると思うから、ランチの時間に公園でお弁当を食べるんだよね。でそうするとちょっとだけ、本当に15分とか30分だけかもしれないんだけど、自然の太陽の光を浴びたりとか、自然の中に自分をちょっと置くことができるんだよね。で自分を自然の中に置くことによって、もう本当にすっきりできるっていうか、やっぱり考えてる不安とかが自然になくなっていくっていう環境になるので、ぜひですね、 Ask yourself、 自分に聞いてみてくださいね。しっかりと自然にあふれる、自然で過ごしている時間っていうのを自分に与えているのかなっていうことなんだよね。で3つ目は、ね、水槽の水をクリーニング、リセットできるっていう方法が実はあるんですよ。でそれは何かっていうと、瞑想なんだよね。瞑想っていうのは、もう本当にこの時間は水槽をクリーニングして、きれいな水槽でこの時間を過ごすぞっていうインテンションを決めて実際にやることなんだよね。で
まあ、瞑想ってなると結構、まあ、難しいんじゃないかって思う人がいっぱいいると思うんだけど、実はめっちゃ簡単なんだよ。最初は朝1分だけでいいと思うんだよね。どっか静かなところで座ってもう呼吸をする、何にもしない呼吸だけをするっていうことからできることなんだよね。でもちろん、まあ、1分がちょっと短いんじゃないかって感じてきたら、今度はヘッドフォンつけて YouTube とかに瞑想の音楽とか、まあ、瞑想のアプリとかもいっぱいあるから、なんか音楽で自然に瞑想状態になって手伝ってくれるっていう音楽もいっぱいあるので、ぜひですねちょっとヘッドフォンみたいなのつけて、本当にね最初は朝1分だけでいいと思うんだよね。でこれを続けていくと自然に朝 2,3 分になって、気づいたら昼の、ね、休みとかでも5分瞑想してるかもしれないし、本当に気づいたら朝15分、昼10分、夜20分とか、そういう感じに勝手に自分が変わってくると僕は思うんだよね。でこの瞑想している時間は自然にその水、水槽の水がきれいになってくれるっていう感じなんだよね。なのでですね、この3つ目のポイントは、本当に朝1分でもいいので瞑想っていう感じをやると自分の水槽の水がすっごいきれいになるよ。もう本当に最初の1つ目のポイントと2つ目のポイント以上に一番強いテクニックっていうか方法だと思います。 All right、 なのでね、今日の3つのポイント、最初はどのような人たちと時間を過ごしている、で2つ目は自然を自分に与えている、で3つ目はちょっとした瞑想をやってみようっていうことです。でね、ちょっと今日の宿題っていうかワークなんだけど、ぜひですねこの質問を自分に聞いてみてください。今自分の人生で自分の水槽の水を汚していることは何だろう。ちょっとビデオを止めて3つぐらい書いてみてください。まあ考えるだけでもいいからね。で今度じゃあ何をしたらその3つのことを改善できるんだろう、どのような行動をとったらそれが自然になくなっていくんだろうっていうのをちょっと考えていただければ幸いです。 Alright、 じゃあねちょっとね今日はねあのボーナスでアドバンスの4つ目のこともちょっと用意しちゃいました。いやこのアドバンスのことは実は仕事なんだよ ね。ちょっと自分の仕事が辛い、ね、自分の仕事をやりたくねえなって、なんか本当に毎日やりたくないことをやっているっていう感じている人はね、ちょっとこの最後のポイントを聞いていただければ幸いです。 Alright、 実はね仕事っていうのは水槽の水をクリーニングするっていう一つの方法なんだよね。さっきみたいに瞑想で自分の水槽の水をクリーニングするっていう方法もあるんだけど、仕事自体が水槽の水をきれいにしてくれるっていうこともあるんですよ、ね、仕事が最悪だなって感じているんだったら、ひょっとしたら自分の仕事をもう一回考えてみた方がいいかもしれないんだよね。このまま嫌なことを仕事として続けていくのか、それか自分が本当にやりたいことを仕事にしていくのか。やっぱり仕事っていうのは起きている時間、本当に 50% か 60% をやっていることなんだよね。でその、ね、1日の半分、ね、嫌いなことをやってたら、どんなに瞑想してさ、どんなに仲間とか変えてもさ、自分のやってること半分が水槽の水を汚くしてるんだったら、ちょっとそれは難しいと思うんだよね。で、あの最後のポイントは、あのみんなが仕事変えろみたいな、そんなそういうことを言ってるわけじゃないからね。あの本当にこれ、いや本当に辛いなって感じたら、ちょっとそれも考えてみるのはどうかなっていうポイントです。なので自分のビジョン、ね、自分のハート、あなたのハートが自分のガイドだから。自分のハートが求めていることを本当に信じて、最初は怖いかもしれないけど、それをまあ本当に飛び込んでやってみると、意外と仕事ってすごい素敵になるんだよね、楽しくなる。 Alright, thank you so much for checking out this video, and I will see you guys next week. Alright, I love you guys. ありがとう。